これは御前崎市や牧之原市など4つの市の魅力を名古屋の人たちに知ってもらおうと中部電力が行いました金山総合駅のコンコースに設けられた会場にはブランド茶や今が旬のしらすそれにとれたてのトウモロコシなどが並んでいますこのイベントを通して多くの人に静岡の特産物を知っていただけたら嬉しいです 駅の利用客が次々と会場を訪れ買い求めていました。延州東部の美味しいものを集めた物産展は明日も午前10時から午後5時まで開かれます。